ああ、くじ、なにあれ。ガン決まり。ただ結局そういう風に差別するなら悲しくあんねえよな。マジで。はいどうも、アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、86第17話を見ていこうと思います。はい、というわけで、前回ね、わけがわかんないっていう風になって、ちょっとコメントに助けを求めたわけなんですけど、たくさんの方がね、補足してくれたことにより、はっきりと、理解できたかなというような感じで、前回は、ギアで低連邦も、サンマグノリア共和国も、こう、レギオンの大規模侵攻というものを受けて、ギアでは、なんとかギリ保ってはいるものの、共和国側は壁がぶっ壊されちゃったよっていうところで、もう、区域内に侵入されてて、で、その中に、86を引き入れて防衛戦線を敷くかどうかをすごい揉めたわけだけど、結局のところ引くことになったわけだよね。はい。というわけで、共和国側がね、今大ピンチで、そうだ、前回の最後も、結構やばくて、今回はね、その前回の最後、シンたちは爆撃でどうなってしまったのかとか、共和国はどうなってしまうのみたいなところに注目して見ていきたいなというふうに思います。それでは見ていきましょう。86第17話、よーい、アクション。それでは見ていきましょう。よーい。スタート。さあ。これは、共和国か？共和国っぽいな。は、栄えてるな。うわ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 。86 stay away。あ、違う？なんだ。あ、レイナだ。うわー、ずっと支持してる。やばいよね、全員とパラレイドも。さあ、前回やばかったぞ、マジで。うわうわうわ、屋外に引いてるよ、防衛戦線を。うわぁ、迫撃砲。そうか、ギリギリの戦いか。うわ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 、やば。いや、ちょっと授業でさ、小学校の授業で空襲の映像かなんかを見た時並みの衝撃なんだけど。さあ、キリエじゃなくてキリアだったね。くのさんの可愛い声でね、キリエとキリアの区別がね、あんまりあれでしたね。誰も知らねたい。さあ、どうなっちゃうんだろう。シンたちも爆撃されてたもんね。マジでやばいなっていう。いや、でもシンもガンギバリになっちゃっててさ、戦いの中で。大川で、忘れささらえ、終わる定め。ここかっこよすぎてき。もうこのオープニング、やばい、ちょっと泣きそうになってきた。ちょっと、さっき最果てのパラディ見たからさ、涙がさ、緩くなって、オープニングかっこよくて泣きそうなんだけど。だって、終わるんじゃならならららら。そう、もう、最果てのパラディンで号泣した後に撮ってるので。かっこいいなぁ。いやー、レイナとシンあってほしい。おー。ああ、大丈夫だった？守ってたよね。あ、シンが守ったのか。爆風か。なんとかなったのか。あ、血だらけ。ダメだよ。シンの視界使って見ちゃダメだよ。うわぁ！ボロカスやん。ケアしてあげて。ならない。そうか、怖いのか。戦いに身をやつしてこうなっちゃうのが。そうよな、でも、シンが死んだらさ、ああ！ああ、もう死んだって伝えられてるんだ。半壊じゃない？死にすぎじゃね？マルファ。どんなもんだ、それは。早すぎる。レールガン。レンジ砲か。ああ。そうか、次来るな。この15時間。あ。おー。ああ、届いてないのか。あ、なんだ？うん。煉獄王太子。うわー、これ別の国か。なんていう闇よ。ああ、なんていう闇ったらしい。うん。そうね。それだよ。羊飼いだっけ？式型レギオン。うん。いやー、そんなこともないだろう。うん。まあなあ。こんな機械を作ってしまったギアーデが。うん。おうおうおう。列車砲。ええ。やばくね？8週間。8週間のうちに倒さないといけないんだ。お？そうね。足りないよな。あー。なるほど。あー。そうなるね。せめて落とすしかないよね。まっすぐ。突っ込んで。うん。やばいね。冷静に考えたら。なんだよ。その言い方。うん。惜しまれぬもの？先見部隊ってことだよな。え？入れるってこと？うん。うん。良くも悪くも。まあ、人材が貴重だって話をしたいのか。飲まれてたね。そうか。同調うーん。そうやな。まあそうだね。差別。はぁ、なんだこの、強いなぁ、クレナ。まあそうね、いつ来るかわかんないもんな。ああ、なるほどね。パラレイドで。同調してきかまではね。ああ、レイナ何えシンにとっての地雷なのそれ。結構いい感じだと思ってるのか。なるほど、なるほど。そうか、レイナの話は割と、まあ、地雷ではないけど、割とタブーになりつつあるわけね。忘れません。何を？僕も忘れないよ。あ、死んだってわかんない、知らないんだ、妹ちゃん、まだ。あの写真飾ってたけど。ん？なんだ？は？何手紙の内容は？シンに読ませるんだ。まあでもそうよな、異能、まあシンたちの扱い。ただ結局そういう風に差別するなら悲しくあんねえよな、マジで。お。なんだ？え？おい！何を話してんの？それ見て！ああ、おーは？なんだこの声。少佐の声も聞こえるようになってる。パラレイドの電波が飛んできてるのか？うん。第6巻だけどね。声を聞いて、指揮してる声が聞こえてるからわかるのかな？どっから場所から聞こえてるってわけじゃないんだろうな。あ、共和国がやばいって気づいたんじゃない？うん。うん。これが86ってことか。戦隊15名。結局こうなるのか。結局最前線に送り込まれるんだね、86は。そうね。特攻隊だよ。聞こえちゃうんだ。ああ。うわぁ。常に聞こえるんだ。苦情。ダイヤー。忘れないってことか。だいぶ、来てるな、精神的に。彼岸花。うん。来るならっていうことだよな。まあ、これに関してはな。これに関して、うわ、もう死ねって言ってるんだ。それに了解しましたって言えるシンが怖えよ。まあでも、できるのが86たちスピアヘッドしかいないんだもんな。これに関しては。これしかないっていう。これは、何が悪いってより、レギオンがやばすぎるからな。ええ。そんな甘やかしちゃうの？甘やかしてるわけではないけど、大切に思ってるんだろうね。悲しい生き方だけどな。ああ、そういう思いがあるんだ。おーおーおー、え？危ないな。ああ、まあそうやって感情に左右されちゃうってことか。そうか、確かにそうだよな。誰かに戦わせて自分らはもう戦ったからっていう。サイキクス。うん。そうか、まあ。動機はゴミだな。やるしかないのはわかるけど。あ、なんだ。レイ。奨励納税だっけ。ああ、くじ、なにあれ。ガン決まり。全容を聞いてどう思うかだよ。うん。言わないよな、シンは。慣れてしまってる悲しいことだけどな。うん。うん。はぁ。まあな、やり玉にあげられたのはそういう理由だと思うわ。うん。ああ、地獄が始まっちゃう気がする、これ。ああ、あやなこと、怖いことになるよ。ああ、絶望ではあるけども、仕方のない話なんだよな。ギアで連邦弱いもんだって、ぶっちゃけ。86に頼らなきゃいけないもん、本当に。まあなんか厄介者を排除しようという気持ちというよりも、使い捨てのいい駒だから使っちゃおうっていうのが、軍のあれにあるんだろうけど、この役を任せられるのが、多分、86しかいないんだろうな。それでいてさ、何が辛いってさ、僕は知らないですよって言える舞台じゃないとこが辛いんだよね。死ぬのをしっかり受け入れちゃってるのが悲しいし、どうなっている？共和国。86 stay away。お、ボロカスだけど維持した？うわ、すごい、あれだよね。祭壇だよね、あれ。慰霊碑だよね。あ、ダニどうな、9月2日。今何日ですか？はい、というわけで見終わったわけなんですけど、いや、すごい聞き入ってしまいましたね。この状況を飲むべきかどうするべきかと。憤ることもできないこの悔しさっていうのはなかなかあるわけで、なんか嫌なやつだったな、結局ギアーデっていう風に思われるし、蔑まれる理由もわかるかな、周りの国から。あんなレギオンなんか作っちゃって、みたいなことを言われるっていう気持ちもわかるかな。一方的にギアーデが悪く描かれてるような気もしなくもないけど、どうなんだろうな。エルンストがどう思ってるかだよな、こういうことに対して。まあ、賛成はしないから多分剣を持ったあの人が多分独断というか自分の判断で動いてああいう風に回ってるんだろうなとは思うけど、難しいところではありますね。なんかすっごい光ってるな。反射してるね、僕。いやー、マジでやばいなというような感じですね。なんかこう、状況をこう飲むことしかできなかった。本当になんか、どこ行っても86は86としては使われちゃうのかなっていう風に思うし、これなんでかっていうと、多分やっぱり86だからというか、やっぱり共和国で86として行き過ぎちゃったっていうのもあると思うんだよね。言っちゃうと強くなりすぎちゃったからこそこういう役回りを任される、どっかの国の尻拭いをさせられるっていうことを、することになっちゃうわけなんだよな。なんかでも、真の精神状態が不安だな。明らかに、なんかこう、86、86にいた頃よりも悪化してる気がする、すごい。86の舞台にいた時は本を読んで、ただただ戦うだけの人っていう感じだけど、フレデリカとか、レーナとか、いろんな人の、この、人として、シンが持ってる、人としての感情を揺さぶられることが何度も起きてるから、自分を見失ってないかなっていうのが心配。だから、振り切れちゃって、もう別に死んでいいやって思っちゃうっていう、思っちゃわないかっていうのはすごい不安だし、ただ、キリアみたいにならないかと言われたら、多分、なる可能性の方が高いんだな。よく考えたら。そう考えるとやばいよね。シンが死んじゃった時、連邦に乗っ取られた、連邦じゃねえや、帝国のレギオンに乗っ取られた時っていうのはかなりやばいよな。いのいちで本当に、首を持ってかれたらやばいタイプだよな。本当に。攻略されちゃう可能性だってあるから。いや、やばいね、これ。どうなるんだろう、マジで。なんか平和への道筋っていうものがなさそうなんだけど、こっから先。だから、どうあがいても絶望っていう。これはいい感じで終わるんすかね？なんかこう、すごい怖いんだけど。いやーでも本当にな、ああやって決死の、特攻隊に任命されてさ、普通さ、こう、俺らに命じてくれたっていいんですぜ、みたいなことを言われたらさ、普通のさ、ナロー主人公だったり、ナロー主人公っていう悪い言い方しちゃったけど、小説だったり創作の主人公だったら、基本はさ、大丈夫です。生きて帰ってみせますからっていう風に、言う。僕は死なないですよっていう風、強がりを言うと思うんだよね。でも、シンたちは常にこう視線をくぐってきて、死と常に隣り合わせの状態にあるから、そんな軽い口は叩けないんだよね。死ぬかもしれないのに、生きてみせるなんていうことは、必要ないとも思ってるんだよ。だって、死ぬ時は死ぬ時だから、生きたっていうことだから、死ぬ時は死ぬ時だから。別に生きることが目的なわけじゃないんだよね。戦いを通して自分が自分であることを、目的としてるというか、自分が自分であろうとしている。自分であることが大事だと思っているタイプだから、そこに対して生き死には重要ではないっていうのが、すごい辛いところではあるな、というふうに思うな。いや、友人の妹の手紙辛すぎだろ。マジで、あいつ何してんの、茶髪。足もう一本折ろうぜ、マジで。もういいよ。もう一本折ろうぜ、あいつ。あいつがシーンを乱してるわ、本当に。シンは強くていいやつなのに、ね、本当に。あいつが全てを乱している気がしますね、僕としては。許せないというような感じなんですけど。いやー、マジで辛いな、本当に。これから先どうなっちゃうんだろうね、本当に。いやー、なんか未来が見えないな、明るい。でもまあ本当にレーナたちもなんか今一生懸命ね、先生を取り戻しているわけだから、大丈夫かな、なんかこう、もうすげえ不安だな、レーナたち大丈夫かな。なんかやっぱり、さ、準将がさ、現実を見ることになるぞっていう風に言ったから、現実を見ることになってんじゃないかなっていう風にも思っちゃうんだよね。あれは完全にフラグなわけで、絶対そういう風になるよっていう展開なわけじゃん。レーナが現実を見る。いやー、そうなったらどうなっちゃうんだろう。ほんと辛いなっていう風に思うけど、いつか本当にレーナとシンが繋がり合う時が来てほしいな、本当に。多分そうすれば、シンもなんとなくブレている自分っていうものを取り戻せるんじゃないかなっていう風に思う。なんでなんだろうね。なんでレーナの話題が地雷なんだろう。クレナもセオも、こう、口走ってて、アンジュは一生懸命止めてたけど、シンとレーナは特別仲良かったから、なんか、過剰に心配してるのかな？すごい不安だよね。でもなんかもう、なんかスピアヘッドのみんなも、シンのこの不安定さっていうのに若干気づき始めてきてるから、まあ本当にこれ、というか前回のあのやばい感じになったのがどうなっていくかだよね。どんどん感情が揺さぶられていくね。シンは。それにやってなんかシンの中に持ってた不安定さっていうものがどんどん外に出てるから、めちゃくちゃ不安ですが。はい。まあ、次回も楽しみに見ていこうかなというふうに思います。今回は今回でドキドキしたな。なんかすごい、うわ、マジかよっていうような感じでしたね。なんかうまくリアクションできなかったかも。なんか最近の86さ、すごいなんか難しくて、難しいし、なんかこう、見入っちゃうんだよね。ああ、そうなんだとか。なんかこう、うまくリアクションできなくてごめんなさい。はい。まあそんな感じで、次回も見ていこうかなというふうに思いますので、ぜひとも楽しんでいただけたらなというふうに思います。はい。というわけで、なんかコメントあればください。原作勢で、ここはこうでとか色々と補足があれば教えてください。僕のなんか、知識が間違ってたりとかしたらね、訂正とかしてくれたら嬉しいです。以上、86第17話でした。バイバイ。